イオンタウン、四日市パクは、三重県四日市市止まり湖柳町にある日本で2番目に大きいイオンタウンである。東亜防石パク工場跡地を同社とジャスコが共同で再開発し、パワーシティ四日市として1995年3月15日に開業した。約10万平方メートルの敷地に、開業時点で9棟の建物で構成された。 オープンモール形式のショッピングセンターで様々な業態のカテゴリーキラーなど28店舗が出店していた。開業時にはイオングループの当時の新業態であったマックスバリューとメガマートが初めて同時に出店したほか、京葉ジャスコ、ビッグバーンも出店するなどイオンが当時総合スーパー以外で展開し始めていた大型店を揃って出店していた。この マックスバリューは、第1号店、エサ支店に次ぐ2号店であった。また4グループ以外では、玩ングなどの大型店トイザラスや、セガエンタープライゼスが5000平方メートルを超える大型の娯楽施設などが、開業時に出店していた。各店舗の一つ、マックスバリュー四日市店は、開店当初は、ジャスコの直営店であったが、 2001年8月20日に会社分割方式によってマックスバリューチューブが運営を引き継いだ。イオンリテールの運営していた中、小型ショッピングセンターをイオンタウンの運営に委託することになったことに伴って同社の管理運営に移行し、2011年11月21日にパワーシティ四日市からイオンタウン四日市パクに名称が変更された。 2018年2月28日、建て替えのため一旦閉店。イオンタウンは10月29日に起工式を行い、本格的建設工事に着工。2019年4月24日、先行して、スーパービバホーム、四日市白店がオープン。11月16日、メイン棟含めた全店舗が、グランドオープンした。この際に、 各店舗のマックスバリュー四日市店が、マックスバリュー、四日市白店に店舗名を変更。新店舗は、全108店舗、そのうち三重県発出店が22店舗、四日市発出店が45店舗、地元企業が22店舗となっている。ビッグバーン、四日市店、イオンタウン4 1、四日市泊南側敷地スポーツオーソリティ戦術の通り、開業時点では、 マックスバリューやメガマート、ビッグ、バーンといったイオングループの大型店のほか、トイザラスやセガエンタープライゼスの大型の娯楽施設、ガルボ、メンズプラザー沖などが大型のテナントとして出店していた。その後、競合の増加により、証券が合わなくなったメガマート、ビッグバーンはそれぞれスポーツオーソリティの日本2号店、オフィスマックスの日本1号店とングループが 海外の会社と提携した新規携帯店舗への入れ替えが行われた。その後、テナントの入れ替え、運営者変更などがあり、24時間営業で、マックスバリューチューブが運営する、マックスバリュースポーツオーソリティ、トイザラスなどが代表的な大型のテナントとなった。閉店時に存在した大型テナントメインゾーンにあった、テナント現在の4タウン。 四日地泊本館の区画サブゾーンにあった、テナント現在のスーパービバホームの区画。ありがとうございます。